無天蔵寿司プレゼンツ寿司ネタ対決イカタイタコ10月10日9時から10月11日9時イカやけどタコが好きなんやホタルは。なるほどね。この広場全体の動画を撮ってきたんですけれども、残念ながら、オフ会の参加者の方は0人でした。なんで誰も来なかったんですかね。いやー、まあ、とりあえずフェスの投票していきますか。はは。俺もタコやね。寿司ネタの話か。なんかさ、なんだろう、その、お題だけ実はなんか以前から耳にしてたんやけど、単純にイカとタコどっちが好きかみたいな話かと思った。まあ、どの虫、寿司ネタにしても俺タコやねんけど、しかも何この右、なんか右上にいるキャラなんだ、右上と左上にいるキャラのイカとなんか、タコみたいな。あ、くら寿司ね。くら寿司はよく行きますね、僕。よく行ってましたね、実家におった時はね。なんかあれでしょ、スロットできるやつでしょ、なんか皿を入れて、ポンみたいな。あのシステム考えたのすごい天才やなと思ったわ。はい、てな方に感じて今日も、フェスの方、フェスでね、まあ、頑張りましょう。しかも、ここか、また。実は言うと今、朝の6時です。この時間に実況を撮るのは俺ぐらいでしょう。朝の6時から、朝っぱらから実況を撮っていこうかなと思っております。では、早速ね、前回引き続き、ガチョウバトル、ちょっと A マイナスに下がっちゃったんですけども、やっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。何がすごいってさ、この時間でマッチングするっていうさ。でもなんか多分半分くらいなんか海外勢っぽい名前やってんけど、大丈夫かな。ひらめわが団地、ここのね、合唱校は割と立ち回りはしやすいはず。さあ潰していこう。意外と最近なんかガチマッチ行こうとしたら大体ここなんだよな。まあ、それはそれで嬉しいけど俺は。さあ、登っていきましょう。もういきなりから上でさ、なんか、もう、しょっぱなから爆発させてんじゃねえぞ、ほんとにおめえ。チキンがよ、お前、キャプテンチキンの名前つけやがってよ、お前、この野郎。ちょっと待って。やべ、もう鼻がクソ出る。もう、ほら、絶対死ぬもん、もう嫌や、もう、って、ちょっともう今日はね、今日はもう、ちょっと切れない。はい。もう、クソすぎるわ、ほんま。うん。まあ、いいぞ、今日はもう本当に、ちょっとま、前回ね、いろいろとブチギレすぎて皆さんにご迷惑をおかけしたんで、もう今日はもう、真面目に、四国まっとうにちょっと、もうなんか、この短い時間で2回死んでる俺だけやんけ。クソすぎるわ、ほんま、すべてが。はい、対戦よろしくお願いいたします。デカライン降下した。よし。もうなんかタッチダウンマジ決めたい、ほんまに。あ、なんかさっきなんか13キルとか食らってた。じゃあ、13ですしてたキャプテンチキンさん。今回味方か。頼むぞ。あいつなんか今日の1回戦目の試合はすごい一戦良かったのにな。なんかその後全然あかんかったからな。大丈夫かな。けどさ、で死ぬんやろどうせこれ。今の相打ちになったな。やっぱダイナモローラーか。ほんまクソ。ダイナモほんまクソやと思うねんけど、あれ。あ、なんかいる。もう
いやいやいや、ちょっと今日の試合、ちょっともう今日僕全部全没にしようかな。今日全没にした方がいいっすよね、このスプラトゥン動画ね。場所がさ、このウェイトガンのゴミ。うん。なんか、そこに隠れてたんか、お前は人間のカスが。ちょ、やるってことはもうどういうことかっていうと、あ、上からしかも撃ってる。はい、どうも。ですね、ちょ、ほんまに、マジで申し訳ないなと。なので、もうここからは、ちょっとあえて俺が見せてこなかった、もう本気の立ち回り。カスタムバージョンの立ち回りを皆さんにお見せします。はい。モコカイみたいな。俺が、本気を出すと、こうなるんだ、こうなるみたいな。そういう立ち回り皆さんにお見せします、今日、今から。ここさ、しかもこれ、もうほんま、もう、撃ってほしいねん、これ、いちいち。ナイス。あー、ダイオウイカか、ゴミが。ダイオウイカ、芸がないから嫌い。だってもう、だってさ、スパショみたいにさ、技術、テクニカルなもの必要ないやん。ダイオウイカになるだけでも相手殺せるやんか。もうだから嫌いなんですよね。見ててイライラするし、しかも。食らいすぎじゃん、こういうのが、カス。ほら、だって、あいつガチオコに突進するだけだってガチオコ割れんねんで、もうクソゲーやと思わへんな、でも。うん、もうだから俺ね、あえてもう今後はもう、なんか、なんつうのかな、ダイオウイカ嫌いになったんで、ダイオウイカの武器使わないことしたんですよ、スペシャルが。もう爆発でくたばっとけや。よし。さあ、行きましょう。上。これ味方が来るまで待ってみたっていうか。ゴミ。でも朝からこんなことしたくないねん、俺も。ほんまに。何時は思ってんの、マジで。時間考えろよ、お前ら。なあ。この時間ぐらいなんかもっとまったりしたプレイできんの？狂ってるよね。頭あるでしょ、ほんま。ナイス。上から来てるな。ああ、もうほんまにイライラすんねんけど、もう。Wii U パッドもう一回おろっかな、もう。もう自分自身もスプラトゥーン二度とできないように。やっぱ中途半端に壊したからあかんねん、やっぱどうしてもやりたくなっちゃうから、このゲーム中毒性あるから。でももう二度とできないね。もう Wii U パッドをほんまもう修理不可能なレベルで、おるしかない、真っ二つに。マジでそう思いましたね。スパッシュ全然当たらへんし、このクソ武器ほんま。もうダイオウイカに変えるわ。やっぱ結局カーボンローラーゴミやわ。スプラローラコラボが結局のところ最強の武器なんだよね。なんかバリアとか張ってるゴミがいるしな。引かれるしな、ほんまにな。もういいや、もう。俺もう切れんのも疲れた。もう疲れました。人生に疲れた。イカとして生きていく人生にもう疲れた。正直。うん。もううんざりです。何上から言ってんの？あ、イカがいんのか。トルネード撃っとるやつおるし。ナイス、もうバカまでも、あー、お前が取るわけ？道作ったら、俺がトルネードで。俺が作ったら、
あ、来るぞもう。でもカウントリードしたから、このギリギリタイミングで、これはマジでもう全員で守っていこう、この3つのリードを。もう絶対にこの、もう、あー、いる、上、もう、ほんま悔しい、もうほんまに、ああいう卑怯者に殺されるのだけはほんまに悔しいし、腑に落ちない。けどもう結果として勝てればいいから、あいつあそこでなんか、え、しかも結構な広範囲で届くねんな、あの竜巻って、ガチョクショットって。ドン引きするわ、もう。え、どこに、え、ここどこにいる？ここ、ここの、ここあそこか。でもあんな、よし、オッケー、伏せる伏せる。もうこれ絶対勝った。これは絶対勝ったやろ。俺が最後伏せた。よし、勝った。もうや、もうなんかこんな勝ち方しかできないのがもうね、情けとったらしゃあない。こんな勝ち、クソみたいな勝ち方しかできないのが情けなくて仕方ないですもん、私。あ、なんか、キル数相手の方が、切断腕前下げとかいうゴミがいたからか。そっか。もう、ああいうやつスプラットの二度とやらんとってくれるから、お前やる資格ま、ゼロやわ。通報し、なんか通報できない、ああいうユーザーって。もう、ああいうゴミとマッチングしたくないんですよ。何が切断じゃボケ、お前。うん。迷惑なんじゃ、ほんまに。いや、あんなひどいよな、あいつの。あいつひどない？下の人におったやつ、まあ。今回敵やったから別に良かったんやけど、あんな味方におったらもう普通にブチ切れるやなって。明らかにだって相手の方が勝ってたじゃないですか。キル数とかも19キルとかしてたやつおったし。まあ多分その半分以上俺やねんけど。うん。あんな切断中とかさ、抱えながら試合したくないよ。これ相手敵だから同情するわ、今のは。もうユーザーなんか、ユーザー NG 設定みたいなのさ、もう絶対つけた方がいいよね、これ。てな感じでやっていく3戦目ですけども。今日何試合か負けてるんですけども、全部それもう試合で、後でカットするんで、もうクソ試合はもう皆さんに見せるのもうもう失礼やなと思うんで、この試合だけはほんまにもうガチ立ち回りするわ。はい、爆発で死んどけ。もうとりあえず撃つ。うわあ、今のガチョコショット当てとけばな、一気に進めたかもしれないのに。もう俺ね、もう何でもいい、タッチダウン決めたい。もうある種タッチダウンが決めたいがためにやってるとこあるよね。もう勝ち負けとかどうでもよくって。ガチョコ、やべ、これちょっと振るな。ショット、ここショットクズやわー。ナイス、防ぎ。あ、トルネード来る。気をつけろよ。なんで俺だけ死ぬんかなっていう。みんな生き残んのに。ほんまに寝起きなのがわかる、まあ皆さんにもわかるでしょ、もう今日のこのテンション。完全にほんまに、ね、あそこで突っ張ってるようなやつにさ、もうさす、あ、今の気に当たったもしかして。もう、イライラするホットブラスターとか、もうシューターほんまに嫌いになりそう。シューターっていう武器だけじゃなく、もうシューターを使ってる人間すべてを俺はもう破壊しそう。お前、くたばれほん、お前ほんまにこうやって振りまいてるだけでな、人生何が、な、満足か、それでお前。振りまき、もう、振りまけだけの人生でよ、お前よ。もうガチョコにちょっと飛ぶか。朝の6時やからさ、
もうこれ以上テンション下げんとってくれよ、お前。鼻水も出るし、お前、この野郎。後ろからついてくるだけのクズがどうか。この試合俺勝っても俺もう認めへんぞ。もうカウント勝ちなんて一番しょぼいよな。やったらもうストレートで KO 負けする方がまだマシやで。カウント勝ちなんて、カウント勝ちほどしょうもない人生ないと思ってるから、ちょっとやめ、もうどうしたらいい、この怒りどこにぶつけたらいい、ほんまに。ちょ、皆さんどうしてるんですか、本当に。絶対どんな人間でもイラッとする瞬間あると思うんですよ、このゲームやってて。どうしてんの、みんな、そういう時。なんかもう縛りプレイした方がいいかな。切れるたびに1万円募金とか。死ね。よし。もう、絶対勝とうぜ。なんか相手あそこにもたついてるから、ちょっとこれでも一気に詰められるぞ、これ。みんなが牽制してくれてる。あ、やっ。なん、ナイス、素敵。まあ、でも残り時間間に合うし、もうあれ、あと俺が持っていく。もういいよ、ここでもう仮に死んだとしても残り30秒やし、もう守りきればいいんやから。俺の判断間違いなかったよな。とりあえず周りを警戒しつつガチホコショットを打ってギリギリまで引き寄せると。うわ、ちょっと待って、やばない、これやばない。延長入って逆転あるで、これ。あ、せいだ。よしよし、まあ、ここでもう OK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  前線で行ってるフォワードを今倒しといたのは、あ、これやばい。あ、せいだ。もうほんま何も面白くない試合やった、今日。全部が、すべてが。勝ってても面白くないってすごいな、これ。ある意味。ちょ、ほんまどうして、もうほんまにイライラする。もうとりあえず今日は終わっとくけど、いや、もう、しんどいっす、正直。はぁ。じゃあまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。